はい、じゃあこれから自分のセットを組んでいきましょうってなった時に、どういうふうに演奏するか。すいません、高文語なんですが、直列と並列があります。電気のつなぎ方みたいなやつね。直列型っていうのは、一つの演奏方法でそのまま複数いけるっていうパターンです。コンガ叩けますと、まあ、コンガももともと1本でしたからね。で、これ増やしたらコンガとまあキントなわけなんですけど、これこのままこの自分のプレイをスライドさせれば演奏できるから、そこまで難易度ないじゃないですか。はい、みたいな話。これ直列型と言ってます。直列系。はい、同じ流れで順で足してみようかなっつってね。はい、みたいな。これそんな難しくないんですよ。コンガ1本やってるのをそのままスライドさせているっていうだけなので、そこまで難易度はございません。はい、で、問題は並列型、いわゆる 2way っていうやつですね。片方の手はシェーカーをやってます。振りながらやるみたいなね。わかります？体の動かし方が右と左で違うみたいになると、ちょっとこれ脳トレっていうかね、難易度上がりますよね。わかりますよね。なので、これはやっぱりその演奏コスト、あんまり苦手なやつをこの 2way とかに組み込むと、もう演奏するだけでいっぱいいっぱいみたいになっちゃいます。はい、なので、一つの考え方としては、自分が得意なやつを組み合わせるっていうのはもちろんあるんですけれども、将来の展望として、あ、これ今はできないけどやりたいなみたいなのももちろんあると思うから、じゃあそれはそれでちょっと練習すればいいという感じです。やっぱりね、いきなりパッとやってパッとできるっていうことはあんまりないので、それなりに練習時間は要します。はい、なんとなく自分でこう、今この編成でバンドやってるから、こういう音あったらいいよなーみたいなね、この曲これ入れてーなーみたいなね、いろいろ妄想してやりやすい配置だったり、どっちの手でやるのかっていうのを考えていくのが、まあ、楽しいよねっていう話です。はい、ちょっと妄想してください。この曲だったら自分何入れるかなーっていうのを考えて。はい、ご提案させていただくので、こんなのどうみたいなね。はい、もちろんマルチにしないで1個だけでもありっすよ。コンガだけとかね、シェイカーだけとかね、あるいはコンガから場面が変わったらタンバリンに変わるみたいなのも、もちろんありなんだけど、まあ、今回はちょっと練習としてマルチをやっていきたいと思います。こんな感じです。ドン、レイチ、カウベルト、コンガ。私だったらちなみにこれ右カウベル左コンガでいきますね。今これ右がカウベル、左がコンガでやってるけど、できるかな？左がカウベルでもいい。はい、そうするとセッティングがこっちになるよねっていう話なんだけれども、やってみよう。ワン、エン、トゥ、エン、アン、スリー、エン、フォー。じゃあ道具がある人は道具でもやってみましょうか。ちょっとやってみようか。まずコンガだけやろ。コンガだけ。パ。Thank you.
かがでございましょうか。もうこのコンパッコンドドコンパッコンドド簡単すぎるよっていう人はコンパッコンドドコンパッコンパドドコンパッコンドドコンパッコンパドドコンパ全部交互オルタネートでコンパッコンドドコンパッコンパドドコン、はい、余裕がある人はやってみてください。余裕ない人は大丈夫です。はい、はい、これやってること同じで右手の直列を増やします。要は違う楽器、これ真ん中タンバリンが書いてあるんですけど、コンコンコンときて最後シッっていうね、4発目だけタンバリンに変える。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、アン、スリー、アン、フォー、フォーだけちょっと音色チェンジ、こういう感じ。はい、まあ、やってること同じなのでそこまでここに難易度の差はないと思う。はい、まあ、難しいとしたら例えばカウベルとタンバリンの音量差がありすぎるみたいなのだとちょっと実際の使い方としては難しいっていうか、カウベルの方がでかかったらちょっとテープ貼って音量ミュートして抑えたりとか、タンバリンの方がなんかうるさいなってなったらタンバリンもあのスペーサーっていうねこのジングルの間につけるやつで音量を抑えることができるので、これ調整したりするといいですよ。はい、例えば今カウベルを毎回やってるんだけど、これカウベルなくてもいいんですよ、ぶっちゃけね。この場合例えば普通にコンガをプレイしてこうやればよろしい。 1 and 2 and 3 and 4 で一発鳴ればいいから、こういう風に直列するとこれ簡単。これ例えば1、2、3、4っていうのをカウベル、タンバリン、カウベル、タンバリンで交互にやると1、2、3、4、こうやってもまあなしではないっていう感じ。1、2、3、4、1、2、3、4、1、and、2、and、3、and、4、コンパ、シ、コード、コンパ、シ。毎回そのブンツッカッツッブンツッカスネアのドラムのスネアのタイミングと合うっていう感じだけど、まあこれケースバイケースですね。さっきみたいにフォーカウントの周期で一発入れるぐらいがちょっとさりげなくおしゃれだったりするし、毎回入れるとちょっと華やかになるっていうかキラキラ度が増すので、楽曲としてはもうちょっとポップな感じだったらありかなっていう感じ。タンバリンを入れる。フォーね。せーの。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。毎回入れる。さっきの曲に比べてこれぐらいポップでありますとキラキラしてていいかなっていう感じなので、タンバリンちょっと増やしちゃおうみたいな感じで2と4に毎打入れたっていう感じですね。